グローバルにおける信頼性の獲得そして財務戦略の多様性そして高い透明性の確保この3つを目的に公開を目指すと宣言させていただいております決算発表の会見で峰岸社長はすでに準備室を設け粛々と公開に向けた準備をしていると述べましたただ上場の時期については言及を避けました 今後、海外での事業展開を加速し M&A を積極的に進める方針で上場により資金調達しやすくする狙いですまた、リクルートホールディングスの2014年3月期の連結決算は売上高にあたる営業収益が前期費13.6%増の1兆1915億円で過去最高を更新しました2015年3月期はこれを上回る 1>, 1兆2900億円の営業収益を見込んでいます。